こんにちは。こんにちは。ミスタートレズです。と、池上くんです。こんにちは。こんにちは。お疲れ様でした。お疲れ様でした。イベントね。ね。来ていただいたお客さんは。ね。本当に。はい。いいアイテムが出たし、楽しかったです。うん。個人的にも。うん。久々にクリエーション見れたのはなんかすげえ新鮮だった。本当1年半以上ぶりとかに見てるから確かにそうですよね、うん、なんだったらお客さんより、うん、俺結構多分見てたからずっと隣にいてくれたくらいそういや本当にね、本当にね、うん、またやらせてもらえたら、うん、嬉しいですけど、工具があこんなんあるんだとかさ、そうっすね、うん、なんかやっててもそういう話そうしましたよね。なんか歴史っていうか時代を感じたっていうかさ、いえいえ、まあ、確かに僕はそうですね、2年ぶりだったんですけど、その間にいろいろ勉強というか、うん、いろいろ教えていただいて、いろんな人レベルアップはしてる、ね、周りにいい仲間がおるからね、そうですね、いいよね、うん、よくしてもらってますね、うん、二人とももう飲んだ後だから、そう、お肉もいっぱいいただきますね。レバーうまかったね。レバーうまかったですね。焼きレバー。焼きレバー。かっこ焼きレバー。そうそう。これは毎回食わない。ね。新鮮だったね。新鮮でしたね。甘かったです。ごまだれと醤油のね。最高でしたね。最高でしたね。二人で4皿くらい食べちゃったね。めちゃくちゃ良かった。なんかおっさん2人疲れ切っとる感じの出し切った感が、うん、久しぶりでしたからね、ね、うん、どっちも一生懸命でしたね、やるのも、そうだね、食べるのもでもこんな中でも来てくださったというお客さんには本当にありがとうございましたっていう感じですね。ありがとうございました。引き続きお願いします。ノベルティも12月まで、はい、とりあえずね、年内にそうですね、シールのと、うん、あとカネーシャのペンダントに2万円のかなり個人的にはおすすめだから、うん、思い出の ね作品ですから、曖昧な手がね、めちゃくちゃどっから生えてるんだみたいな、ね、そうですね。ぜひ見てほしいですね。ある意味黄金比だもんね。そう、ある意味ある意味黄金比だから確実に今技術的には上手になってますけど、あの感じはね、絶対今は作れない、今は作れないですから ね、あれはあれというか、あれはいい作品だと思います。ありがとうございます。はい、というわけで引き続きアバターラおよびミスタートレーズよろしくお願いします。お願いします。それではハリビジュー、バイバーイ。骨格診断っていうのを最近やって、うん、3パターンくらい分かれるの大体あるんです、うん、でなんかその体っす、あ、体っす全体で、その骨格のタイプによって、うん、似合う服似合わない服がもう決まってるみたいな、そういうフォーマットがあるみたいなのを、なんかその丸×診断みたいなのでやってて、うん、でも本当にその通りどういうこと？あなたは無が似合います。そう、まあ、そんな極端なやつじゃないですけど、なんか僕着丈の長い服が好きで買ってたんですけど、うん、そのっていうのもなんか鏡で見た時に、うん、丈が短いものよりも、うん、着丈が長いものの方が全体で見た時にその収まりがいいなっていうか、うん、まあ、自分的に見て、うん、まあ、そう感じてて、うん、着丈が長いものとか、うん、その太いパンツみたいなのを、選んでよく買ってたんですけど、うん、その骨格診断やったって言ったんですよ、うん、でその当てはめていったもので出た結果 の、うん、その似合う服なんていうのはまんまそれで、うんうんうん、正解を選んでたってことなんですね。そうで、ライダー、うん、まあ、バンクとかは好きなんで、はいはい、ライダースとか着たいですけど、うん、こう着てもなんかしっくりこない、うん、って感じてたのは、その骨格診断の出た結果では、その着丈が短い服は基本似合わないみたいな。へぇー、やってみたい。そう、全然スマホで調べると出てくるんですけど、あ、そうなんです、それ男女で違うんですよね、やっぱり一緒っぽいっす。あ、一緒なんですね。男女共通で、うん、だいたい日本人は3パターンって。そう、ストレートとノンウェーブとなんとかみたいなの で、うん、で僕ストレートだったらしくて、うんうんうん、でっていうのが、その手綺麗だよねみたいな、うんうん、話になって、はい、うん、手綺麗だよね、だってなんかこう自分で言うの恥ずかしい自分で言うの恥ずかしい。すごい綺麗な手しとると思うよ、うん、ありがとうございます。で、手もなんか割とあのっぽいっすね、うん、そうなんですか。この、うん、指と、そう、指とここの感覚で、うん、なんか指輪のこうどういうアイテムが似合う似合わないみたいな、まあこれは、うん、
僕の考えなんですけど、うん、へー、なんか、まあ、ある友達は僕と全然違うタイプの手してて、うん、でその人どちらかというと、まあ、横幅がある指輪というか、うん、まあ、例えば僕の最近のだとジオメトリックアイとか、うん、ガネーシャあたりの指輪がすごい似合うんですけど、タコとか、うん、まあ、ブッダイとか指輪の、あの細長い、そう、縦長の細長のシルエットのやつは似合わなくて、へえ、自分のブランド縦長の指輪多いじゃないですか、はい、自分の指に合わせて作ってるからあ、答え合わせができたってこと、そう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 、でこれ何なんだろうで骨格診断になったみたいな、へえ、面白い、やってみたい、割とつい最近ですよ、ぜひやってみてください、あ、それ手はあるんですか、調べたら、手は分からんっすね、その体の感じで、関係があるっていうか、指輪のバランスと体のなんかあるんじゃないかなみたいな、ドラえもんタイプもね、おい、どこだ、どこだ、どこだ、体験話、全部されるんですけど、面白い、多分なんか指長いですね、長い長い、めっちゃ長いんですよ、縦長って感じ、うん、すごい長いね、あ、ほんとだ、比率違うんだ結構人で、うん、そう、最近なんか、うん、気づいて、ひろきさんどんな感じなんですか、私がドラえもんだで生まれだよ指で磁石で物をこうやって取ったね、あ、でも絶対ストレートだね、多分ね、絶対一緒っすよ、顔の系統も笑うと目なくて、あと昨日それ思いましたけど一緒ですよ、画面に映ってるさ、ユーチューブのコメントでありました、あ、見たよ、あの、私はブラザホルモンのりょうくんに似てますね、あ、まあ、髪型だろみたいな、そう、ほぼ髪型ですか、全然顔違いますよ、もっと掘り深いから、そうだよ、うん、全然違います、他の先輩同系統だね、そうですね、あ、めっちゃ好きしますよ、そんなところ似てますね、あ、まあ似てるかもしれない、10年後こんな感じだろうな、なるほど、同じ髪の人って感じですね、じゃあ土井さんを見て未来の僕がそう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 わかるみたいな、あ、なっちゃダメだな、いや、多分顔もなってますからね、そのぐらいの気がついてますよ、きっとびっくりするくらい当てはまってる、そうなんですね、またじゃあ今度それやって結果をまた YouTube 上げようか、じゃあ骨格診断のさ、ああ、私たちが、そうそう、ああ、恥ずかしい、ドラえもんです、ドラえもん体験、お姉さんドラえもんです、俺進撃の巨人です、僕も飛行手です、そうなると僕もそうなります、飛行手です、飛行手ですってなっちゃう、よかったら好きな芸能人とか調べてみてください、くだらねえな、くだらねえな、まあ、そうっすね。くだらないですけど、まあでもくだらない話が大概っすよね、そうだね、確かに真面目な話は面白いですね、概要欄に貼っておきます、骨格がね、骨格がね、骨格シリーズちょっとやってみるわ、面白いっすよ、面白かったっすよ、お試しください、はい、じゃあそんな感じでありがとうございました、ありがとうございました。